あなたのおかげで脳内に直接すべての神獣と彼らは待っているでしょう。あなたが入られるガノンと戦う時を遠回しに言っている。あ、ちなみに早く来いって言われたんですけど行きません。リンク、リンク、聞こえますか？どこほっつき歩き行こうかな。よーし、ここの左の山行くぞ。聞こえますか？聞こえているでしょ。ミファーなら許してくれる。サンキューミファー。あ、いたいた。ミモ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 。哀れミモねー。はい、あ、何？こっち側が自由？ミモジチャンネル新しい娯楽を用意してるこいつ。耐えて。あー、ダメだ。あー、うわー、あー。さてと、それじゃ飛べない友達を迎えに行こうか。みーもみもみもみも。たれ15個か。どうやら君を過信していたみたいだね。お前を殺す。でてんでてんでん。みーもみもみもみも。雨降ってる。みもじ天候操作も可能だった。すごいよ、33個だなんて。僕らリット族でもなかなか出せない記録だ。なかなかださから出せるって言いたそう。これは君が風になれたお祝いだよ。みもじ様ありがとうございます。頂戴いたします、みもじ様。この100ルピー、骨の髄まで、体の末端まで染み込むようでございます。どうよ。300ルピーぐらい飛び出してくんじゃないの？みも、もう結構、まるでコックみたいだね。飛べる以外にも僕らに見てきたみたいだ。褒めてんのか、それ。何か言い残すことあるか。これ切腹の時のあれだもんね、これ絵面が。彼が死に際に放った一言は人々を空へ駆り立てた。さてと、それじゃ飛べないお友達を迎えに行こうか。男たちは翼を求め今空を駆け巡る。世はまさに大航空時代。こんな感じだったワンピース。あ、大航空時代。あ、違うんです、これ勝手に電気が。わあ、荷物避けて。こいつ、ゴム人間。ゴムゴムの実を食べてるから効かない。おかしら！ゴムゴムの実がねえ！まさかお前食べちまったのか！ミモジお前、効かねえ！ゴムだから。ミモジゴムゴムの実、食べた説。モンキーディルフィー説。根拠1。電流が効かない。ワンピース学会に激震走ったな、今。お？は？ああ、脳が溶ける！ああ、脳が溶ける頃！ゴール獲得したルピー額は630ルピー。ゴロアメージング。トレーニングは見事に合格。ゴロ迷路行きたいけど、これ時間足りるゴロかね。今1時でゴロね。いつまでこの喋りから続けるんだ。ゴロ今日ずっと喋ってたな。いや異常だな、コメント見てねえのに一人でずっと喋り続けてんの異常だけど、今日は普段の 1.3 倍ぐらい喋ったかな。なぜこんな喋ってるのか。今コメント見てます。独り言が多いと気が狂いやすいから気をつける。ゴロもう手遅れだ。ゴロもうとっくの昔に狂ってる。ゴロやめろ、力を解放するな。買ってくれないかな。いやー君、あでーんでーんでれでんでーん。やっとできるのか。僕らは縦サーフィンサークルシールドブレイカーズのメンバーなんだ。縦サーフィンで颯爽と滑り降りる快感、それを広めたくて活動してんだ。おめえたちの活動が半端なせいでな、俺は縦サーフィンできなかったんだよ。もっと頑張れ。おや？あら、こんな山奥になんのよ。さては元プロ縦サーファーの私に会いに来たのね。誰？縦サーフィンの話聞いたことがあるな。縦サーフィンのやり方ぐらいは知ってるわよね。縦を構えながらジャンプ中に縦に乗る。いや知らん知らん知らん、そんなん知らん。ちょっと待って、縦構えてジャンプ。いや縦構えて、え、縦構えてジャンプ。ちょもう一回説明してもらっていい？わあ、ちょ書いてねえどこにも。時短出してる。お猿さん、なんやこれ。にすら立てないんだけど。もし盾がなくてもここに少しあるから、よかったら買っていってね。な、嘘だろ。うわー、こんなことが許されていいのか。やっとできた。盾サーフィンできたの、なん、え、いつだっけ、前々回。ここかよ。いやこのアクションはわからんわ。ガーディアンガード、これ耐久力減るの？さよならリンクさん。ガーディアンガードー。
ガーン。これ縦サークルの卑劣な罠だろ。縦サークルの正体見たり、俺の盾を壊してガノン討伐を防ごうとする悪のサークルだったのか。いたいた。うーん、弱りました。ごめんなさい、うちわの話なのでご退出願えますか。話聞きたかったな。諦めるしかないか。あら、聞こえてきたな。この子、ケーキなら食べられるのよ。なんとか、マリー・アントワネット。しかし、世界中のありとあらゆるケーキを食べさせたじゃないですか。今までどれだけかかったと思ってるんですか。まあ、パパったら、お金と娘どっちが大事なの。わかったわ、こうなったら。私は魔物に魂を売ってでも、この子が回復するケーキを手に入れますから。魔物とか。まあまあまあ、むちゃくちゃです。わかりました、これ。多分、ケーキに魔物エキス。これを使うんじゃないかな。どうやって作るんだっけ、ケーキって。まあ、これで多分できるでしょ。頭が硬くなってるかもしれんな、これは。いくつか料理の方法あるはず。ドゥル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 考えるんだ。どの証拠品を突きつけるか。さあ、弁護人、見せてもらいましょう。ケーキに必要な材料を。くらえ！有罪。ボーン。ご合宿。これでケーキになる説をしたい。うおー、やったぞー。先、お兄ちゃん、やはり俺は天才、天才料理人なんだ。作れないものは存在しないんだ。くんくん。うん、この香りだ。何ですかこれ。魔物ケーキって言うんですか。これを娘に。ありがとうございます。それにしてもすごい匂い。なんて言ってられませんね。このケーキで娘が回復してくれれば。ともかくありがとうございます。早速起こして食べさせてみますね。罠か。あ、ガキが元気になってる。こんにちは。魔物ケーキって知ってる？知らない。ママが買ってきてくれたんだけど、すっごくまずいの。でも魔物ケーキを食べたらすごく力が湧いてきて、この通り。数日後体が。お母さん、今のうちにこの子の写真いっぱい撮ってあげてください。え、もう手遅れみたいです。お兄ちゃんも一度食べてみて。魔物ケーキって大丈夫なの？魔物化するんじゃないの？ちいかわの読みすぎ？ここにいる。はい、発見。やばいやばいやばい。変な仮面つけてる。顔が？お、真面目に剣振ってる。あ、マスターソードじゃん。いつまで経ってもやみませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び、錬磨を続け、そしてあなたは大魔の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。さらっと重要なこと言うね。それは素晴らしいことだと思います。まあね。でも、え、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、あ、それでも周りの人たちから、お前はこの絵の家に生まれたのだから、相当これ精神的に参ってますね。これは言われ続けて、相当参ってますね。あなたはどうしていたと思いますか。いや、力得るためいろんな泉行って毎日やってダメだったもんな。これは相当来てますね。しゃーない。え、まだ16とかそこらでしょ。ハイラル王がさ、お前には才能がないからね、もっと頑張らないと。なんかうまくできねえの才能のせいにしてちゃダメだよ。あー、絶対努力しな。うん、みたいなこと言ってるからな。ハイラル王の好感度だだ下がり事件。じゃあどこで勝負するのか。ハードには限界があります。あと、なんかこれ以上グラフィックとか綺麗にすると技術者が死ぬというか、昔のゲームとかね、それこそグラフィック担当が1人か2人とかでもドット絵で成り立ってた時代もあるけどさ、今クオリティ高いの作ろうと思ったらもうね、奥よ。何見つかった。大変よね。何千万人が関わって、何千万人は言い過ぎ。何千人が関わってって言おうとした。何万人とか。何千万人がゲームに関わってたら嫌すぎるな。いや、しかもね、開発ってさ、人数増やせばいいってもんじゃないんだよね。船頭を多くして船山登るっていうことわざがあるじゃない。船を導く人が多いと、川渡ってたはずが山みたいな見当違いのところに行くみたいなさ、支持者が多いといけないみたいな。それと一緒で作業する人がいっぱいいるってね、全然効率悪くなるってことなんで、人数増えれば増えるほど効率悪くなるんだよね。10人が10日でできる仕事を100人いれば
1日でできるかっていうと脳なんですよね。10人が10日分動いたら100日分ってのはわかるかな、人間の100日を奪ってるわけだよね。で100人が1日働いたらそれも平等に100人から1日奪ってるから100日分の価値が発生するわけだよね。ってなると現場で働いたことない人はじゃあ人数増やせば同じ100日分なんだからゲームの開発が遅れていますってなったら、じゃあ 今10人で働いてもらってるものを100人に増員すれば10日かかっていたものが1日で終わるよなって上の人は思うわけだよね。現場にいない人は理屈的には合ってるからね。金は出して100人にするから1日で終わらせてくれっていうわけよ。まあ終わるわけないんだな人数が増えれば増えるほど情報を共有したりする手間が生じるし、知識の引き継ぎも必要だし、人数が増えれば増えるほど連絡ってのはどんどん複雑化していって全員が、進行状況を把握するのは難しくなるし、で増えれば増えるほどタスクマネージメント、それぞれの人間が今何をしているのかって把握する人たちが必要になってくる。で地獄が発生する。100人の1日分は10人の10日分ではないので、ゲーム開発もね、1万人増やそうがね効率は良くならない。増やせば増やすほどどこかで下がる。いやだからゲーム作るのって大変なんだよな。これ桜井さんがなんか喋りそうだなこういう話桜井さんチャンネル、自分のチャンネルでしてそう。はい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 、ぼったくりやろうとの対決がついに始まる。何個必要って言われるかかけようぜ。まずこれ確か35個ぐらいだったんよね。これで35個の次を予想しよう。クイズハイ&ロー。俺の予想では35の次、あのね加速度的に跳ね上がってんだよね。なので俺の予想は50個。この詐欺師なら50っていう。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ペンペンペン。いや45か、惜しい。シークレットソード2グレンカイナー。あ、この辺も全然行ってない。大妖精とこも行かないと。いやーちょっと忙しい忙しい。あー忙しい忙しい、ブレア忙しいわ、やること多いわ。かリンクリンク、いやー忙しいわ。